はい。えー、それでは今日はね、えー、弁理試験特別公開講座あ、弁理士の業務、年収、将来はということで、えー、レクセン人講師、宮口聡がお送りいたしますと、皆さんこんにちははい。えー、今日はね、あの、本当に8月の中でも、特に暑い日じゃないかなと、このように思うわけですが、まあそんな中皆さんね、弁理士を目指そうと思って、 この新宿エルターにお越ししいいただきままてありがとうございます、えー、今ねこの便利試業界というか、まあ、知財業界どうなのかと、えー、まずですね平成10年前後にあのビジネスモデルブームというのがありましてねまあその辺からどうもあの便利しのがかなり脚光を浴びてきたと、えーまあ、そういうこともあって私が試験に受かったのは平成11年なんですがそれ以降ですね どん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 あの弁理士の数が増えましてですねまあ今1万人を突破するというそういう状況です。であとこのねあの放送といいますかまあ法律的な資格としてはまあ弁護士が非常にねえ著名ではあるんですがまあそんな中弁理士も非常にあの有名になってきておりましてねえ今あのまあ資格の中でもトップ3には入るんじゃないかなと。 このように思ってます。まあ、難易度とかね、それからそのまあ、やりがいといったところで、うん。で、このね、えー、資料の中に皆さんお持ちですかこのこれです。特許庁が出したものがあります。データとして出したものがあります。これは平成30年ね、今年のデータでございます。今どのぐらいの人が受けてるかというとですね。 えー、3900人、約4000人受けてると、ね、ただ、どのぐらい受かるのかというのはね、これはちょっと分かりません、なぜかというと、まだあの今年の最終合格がね、分かりませんので、はい、ですので、えー、どれを見ればいいかというとですね、あのー、ちょっと待ってくださいよ、うんあれ,これじゃこ、これかね。 今日,今日あの,のガイダンスのやつ、あちょっとあの貸してくださいね、このお客さんのやつ、き、はい <laughs> はいえー、今日のね、あのこれです、えー、弁理士の業務年収、将来性はあということで、えー、このレジュメのですね一番後ろを見ますと、過去14年分のデータが載っております、これは非常に貴重なんですよ。えー、これはもうね あのなかなか入手できない資料なんですけど、ね、過去14年分ですかね皆さんねこれの最終合格率をちょっとね見ましょうか平成16年からほら7.17.86.86.7これは5.98.58.39.110.7おお10%超えてる時もあったよねで6.96.676.5ということで。 今大体67%っていうのが分かったと思いますね。100人受けて67に受かる試験だということなんですよ。はい、でえー、っとそれで、えー、去年のデータとしてですね担当試験まず担当合格率ねこれちょっとあのここ45年のやつを見ていきますとね23年から見ていきますとね 30%26%9%11%14%15%8.9 おらえらい去年低かったんだなと担当だけで10%切ってるという担当というのはね、えー、マークシートです60問中39点が合格とねちょっとその試験のシステムをね教えときましょうかねこの余白あるじゃないですか右側にそこに書いておきますからね いいですか、えー、担当試験、まあ、一次試験ですね、一次試験は担当丸抜試験なんですが、はい、えー、特実、特許法、実用新案法、ね、これが20問出ます。はい、それから、意証法、10問出ます。商標法、これも10問出ます。条約も10問出ます。 えー、ちょと著作権法と不況法合わせて10問、つまり5問5問ですけどね、まあ、10でいいです。えー、でこれね、あのー、全部で60点ですわ、ね、で全部であの60点なんですが、何点以上が合格かというとです、ね、ちょっと赤で書きますからね、分かりやすいように赤ペンで書きますよ、39点が合格ラインです。えー、つまりこれ、6割5分なんですよ。 65%と言えばいいですかね。なんだ、意外と対象とないなと思うかもしれませんがね。えー、そんな中8.9%ですよ去年は。しかし皆さん、少し明るい材料があります。平成30年今担当合格者しか分かっておりませんが、あ平成30年のですね、えー、担当合格率は20%。ちょっとあのここに書いてみますか。 平成30年、ね、の担当合格率は20%一気に上がりましたよええだからねこれはあの問題の難易度によると思ってください問題が難しいとやっぱり合格率減るし問題が優しいと合格率は上がるとそういうふうに思ってくださいねでやっぱりこの来年が気になるところですわねでどうなるかというと私はねこの間ぐらい浮くんじゃないかなと思ってます 8.9と20%の間つまり15%ぐらいじゃないかなと15%でもね7分の1ですよなかなか大変ですはいで39点で合格するんですがしかし科目別基準点というのがありますこれね4割以上ええでねはい四、あっ違,違いました8八ですよ84444はいこれが科目別基準点合格ライン これはどういうことかというと、特実は20問出ますから、そのうち7点で終わってしまうと、あそれだけで不合格になると。ね、あの,他のほら、衣装以下は3点をどれか一つでも取ってしまうと、アウト、全体として、そういうことになるんです。ね、で、毎年あの、特許庁がね、出、まあ、題者なんですけども、えー 毎年ですね、外れ科目を用意しております。外れ科目というのは足切りに合いやすい科目ですね。はい。それは何なのかというとね、ちょっと表を作りましょうか。えっとここ最近でいきますからね。平成30年、えー、平成29年、平成28年でいきましょうかね。うん。 でね、えー、っと、特日でしょ、衣装、商標、条約、貯蓄でいきましょうかね、えー、特日、衣装、商標、条約、貯蓄と、ね、はい、それでね、平成28年は、 貯父があの足切りにあった人が非常に多いんです、ええ、で平成29年は条約があの足切り科目として非常にみんな落ちました、ええ、今年しは何だと思うなんと商標なんですよ意外なことにええそうすると当然ですねこれ,これあの非常にまあ単純なんですが斜めに来てますよね斜めにええということはですよ 平成31年はちょっと点線で書きますあくまで予想だから異勝が難しくなると、ね。平成32年は特実が難しくなるんじゃないかなと非常に単純な予想ですけどもう斜めにね法則性あるじゃんこうなれば、えー、ちょっとこれが予想されますだから皆さんね異勝法頑張りましょう異勝法特許法ね特に足切りになわんようにね はい、そんない試験は、はい、じゃあ次にね論文試験も知りたいでしょ論文試験のメカニズムねはいじゃあいいですかまたあのここに「二次」「括弧論文」って書きますこれはですねあの3科目「特実」それから「衣装」「商標」と。 こういうことになっちゃるわけですがで、ああ特日衣装商標とねえー、っとどうやって書こうかなあの2時間で200点2時間ですあっ担当はね3時間半それ言う,言うの忘れたね担当はね3時間半で、えー、60問だから3時間半でね はいえー、論文試験、特日2時間で200点、はいえー、っと衣装は1.5時間で100点、えー、商標は、えー、1.5時間で100点、満点です、はいで。合格基準、赤で書きますからね、合格基準は、えー、トータル216点以上で。 あ,あ,あの「特実特日」はねちょっと待ってよ 47×2 は何ぼだっけ94かああだから93以下、えー、衣装は46以下、えー、商標46以下。 うん、が一つもないことが基準です合格基準わたトータル216点以上で934646以下が一つもないことが条件ですちょっと特殊でしょこれ知らんと無理やねなかなかああこれトータル216六というのはよ呼んであると54にならない そうでしょ54545454 54 54 54まあ2問出るからね特日はだから200点なんだよだから一つの答案あたり54点以上取れよとでも皆さん全然わからないからその54点以上取る感覚っていうのはまあやってみないとわからないねそのためには授業を受けなさいとね答案書きなさい私が採点するとねまあそんな感じですまあといってもすぐには書きませんから安心しなさい ね、年明けぐらいから答案は書き始めるんでそんな感じですはいで3次試験ねちょっとあのス,テスペースが、ね、なくなってきましたけどちょっとねこうあの論文試験はね今説明したとおりで216点以上であのこういう足切り点に合わないことと1科目でもはいで論文はね安定するんですよほら論文合格実践なんか安定しません 22%、28%、23%、27、24、25、24、つまり、これ、大ざっぱに言いますと、4分の1受かるということです。ええ、安定してるでしょ上、上の世代もそうよ、担当と違ってね、めちゃくちゃ安定感がありますよ、ほら、ほら、だいたいもう25%を境に、その前後ですよね。これな、ね、んでそうかというと、担当試験ってね、誰が採点する 機械が採点すするんですよマークシートだからうん論文誰が採点する人間ですはいで人間が採点する以上アナログ的に採点しますから甘い先生と厳しい先生いますよどうしてもだったら甘い先生に当たった方がいいと思いませんええでそのようなエコひいきがないように偏差値で決めてるんです実はだからこの216点っていうのは実は偏差値の合計です かりますだからこれ4で割ると54でしょだから偏差値54以上を目指すよと全部ね全科目の偏差値54だから偏差値が点数に換算されて、まあ、合算して216点以上こういうことになるわけですだから甘い先生が例えば100通採点する厳しい先生が100通採点しても、あのー、その先生の中では序列ができるはずですよね1万から100万まで だから結局不公平感がないと偏差値でいきますからまあそういうふうにあのちゃんと公平性が保たれているということです論文試験ははいじゃあ次にちょっと書くスペースがねなくなってまいりましたが三次試験これでゴールですこれで合格すればゴールインです口述試験が行われますこれいきなりねあの 合格基準言いますよ。構図試験というのは10分間の面接です。10分の間に質問がだいたい10個用意されてますからね。その間にまあどれだけ答えられるかと全部答えられたら受かるんですが、あの3段階で評価されます。で簡単です。あの2つ以上 C があ2つ以上 C があると不合格、A、だからこうならなければいいとはい、えー、合格公述試験の合否の基準は2つ以上 C があると不合格あもちろん ABC の3段階ということです A はねもう本当によくできてる10問中10問答えられたそんな感じです B ランクというのは大体8問ぐらい答えられたかなという感じ七78問ぐらい。うんうん、で C というのはもう半分ぐらい半分以下の出来はもう C ランク。でこれはの科目は特実遺症だからねええー、口述もあの特実遺症ですよ、はい。ですから例えば。 特実でで C ランクがついてししまったとするでしょそれで諦めないようにしてください。衣装と商標で B がつけば合格します、ね、逆に、特実で A ランクがついても衣装と商標で2連発で C を食らうと不合格。ねはい、ただ、あまり皆さん心配しないでください。去年のというか、ここ最近ちょっとキーレンジャーで塗るね、黄色で。 後日の合格率めちゃくちゃゃく高いんですよほらほら皆さんちょっと安心したでしょもうほとんどもう90%以上93939898ですよ去年ほとんど落ちてる人いないわええもう1 0いて1人か2人ぐらいねだからよほどのことがないかより最近落ちない、ええ、ただねこれ面白いもんで私はねこう思いますこれね 法則性があるんですよ。担当難しくないですか。ほらこういう時で担当が難しいでしょ。うん。で担当がね優しかったこの頃見てください。ほら三十パーセントとか二十六パーセントの頃見てください。そその時の口実の合格率どうです。うわ六十七とか六十三めちゃくちゃ低いじゃん口実の割には。ほら担当が甘いと口実が厳しくなるんですよ。 担当が厳しいと口述甘いんですわ。ええ。だから皆さんこう思ってください。あの、水とお湯の蛇口があるじゃん。お風呂とかについてる、あのシャワーの。ね。まあ今一つだけで調整できるけどさ、ちょっと旧タイプのやつだとさ、水をこう出してお湯をこう出して調整する。あれと一緒。うん。調整弁に使われとると。だから今年はね、おそらく口述落ちやすいと思います。ね。 だらそこ辺で分かる一つはね担当が厳しかったら口実はほとんど受かりますご覧のとおりどうですか便利試験の概要少しは分かったでしょうかねあ,あと実施時期も書いておこうかねえー、っとね担当試験は5月の第3日曜ですわ大体ねまあ,あの例外もたまにあるけど5月第3日曜 ねはい、で二次試験はあの7月第1日曜、七月第一日曜、はいで、講述はあの10月中旬、十月中旬、まあ、そんな感じです、ね、それぞれ突破しないと前へ進めない、前へ前へ進めないから頑張らないといけません。で 担担当当には次試試験験ですね担当試験これに受かると次の年と次の翌々年翌年と翌々年は免除されますだから一度担当に受かると次の年は論文からスタートするっていうことになる翌々年もねはいで口事もそうです3次試験口事もまあ例えば担当に受かって論文に受かって口実に受かるじゃんこれもねあの3回までチャンスがあってね その年落ちても次の年受かれば口述だけ受かれば大丈夫です次の次の年もそうね口述2回落ちるとするじゃんそしたら3年目また口述だけチャレンジしてそこで受かればなんとかなるそこで落ちるとまたすごろくでいうところのスタートに戻るよもうねそこまでなっちゃうと伝説の人になっちゃいますからね業界的に伝説の人になっちゃうから <laughs> ななななるべくそそうならいないよねはい、まあそんな感じで試験の概要少し分かったかなはいじゃあね皆さんねちょっとあの私ほらいろいろ、まあ、しゃべろうと思うんだけど皆さんのニーズに、まあ、答えたいなと皆さんがどういうことを知りたいかとどうですかねどういう点知りたいですかそれに沿って話した方がいいのかなと。うんねえ あ勉強のねスキームというかあの計画の立て方やねそういうのが知りたいはいこちらの方は何でもいいですよえ弁理士の方のああ仕事ないよねなるほど、まあ、どちらというと今日のあれに沿ってると仕事ないよね分かりました後ろの方あもう概要ね分かりましたじゃあまずねあのみんなにあのそういうように言いますと あの弁理試験の勉強の仕方はですねもうズバリ言っちゃうともうこの,このスケジュールに沿ってくれと、ええ、もうあのだってよ皆さんね独学でやるんだったらねそれはあの、まあ、勝手気ままにやっていいと思うんだけど、えー、っと16ページもうね皆さんレックのこの弁理試験っていうのはもう30年の歴史があるんですよだからね、えー、っとこの完成度の高いスケジューリングの中で やっていけばいいいけばと思います先ほどね、まあ、あの社員の方が説明してくれたと思うんですが16ページ、えー、スケジュール冊子の,、ね、あのカラフルじゃない方ね白黒のそうそう A4 サイズのそうすると,あの、えー、と8月26日ぐらいからこう始まるんだけど、ねまあ、特に通学の方は9月から本格化してきますよねでたい、まあ、日曜日を中心としてあの、まあ、たまに祝,祝日とか火曜日入ってくるじゃないですか。 だから週に1回ここに通うじゃん。であの、まあ、3時間1コマか3時間2コマ聞くでしょそうするとあそれが終わ,った、えー、終わってから1週間以内に復習が完了すればいいそんな感じで最初はやっていけばいいです。しかし、えー、と11月に入るとですねこの担当基礎講座というのが始まります。でこれはあの担当試験の、えー、ために特化した講座内容なので。 まあ入門講座では主にメジャーな条文しかありませんだから見てくださいちょっと回数が少ないでしょ担当編に比べて回数少ないねメジャーな条文しかありません本当にこれは重要だとところが担当編はですね残念ながら担当試験に重要でない条文も出るんですよいわゆる重箱隅みたいなやつも出るんですよだからもう畜条的にやっていきます1条2条3条4条いや全部やっていく だからコマ数もも多い皆さんも当然大変になっているだからそういった意味でもそのあのウォーミングアップ的な意味合いの入門講座これをまずはねしっかり出てくれと、ね、重要な条文だけでもまず押さえようそういう流れになっているだから私の授業はねまあ,あの基本的にはあの始まったら復習中心でいいと思うよねえー、と予習したければねまあなんかいろんな制度ありますけどはい。 あのー、基本的には復習中心でやってみましょう。ねはいでえー、っとそれではです、ね、あの論文対象がどう言えばいいかというと、えー、論文的にはです、ねあのー、これは通信になっております。ね、皆さんあの、書き方がまずわからない論文の。えー、でこれ、ねあのー、業界で多分私だけの教え方なんですが。 あの普通他の先生は勝ったるいんでまずやらないという教え方を私はやってます。どういうことかというとなんとええ現場で答案用紙に答案を書くまあたまに時間の短縮であらかじめ答案をねあの書いたものを皆さんに配ってどうよという感じで講義を展開することもありますがその答案自体私が作ったものです。ええ。ということでやはりね あの論文試験というのはアナログ的な試験なので、どういうふうに書いたらいいかわからんでしょう。だからまたまあ、私がね見をもって答案書いてるんですよ。間違う時もあるよ。間違うことも重要なんです。なぜかというと、答案で間違った時にどうリカバーしていくかっていうねテクニックがあ求められるじゃん。そうでしょ。人間なんて完璧に文章なんて書けるとは限らないんだからね。あ順番間違えた後はね。あの誤字脱字生じた後はね。 書こうと思っていたことが忘れたとかねあるやろそういうのをどうやってリカバーしていくのかもう身をもって私がやってますこれはね他の先生はやらないですよまずなぜかというとカッとるいからほんだ。もうあの規制のレジュメをなぞるようにやればさ俺だって楽に教えたいよねっ、まあ、そうした方が楽なのは分かってるしかしあえてそういうのはやらない、うん、わざとも自分に思念を与えるかのごとくトーン書いてやっていますそれが皆さんにとって プラスだと思うからです、す、ねえーはい、答案構成編っていうのが今度ね、あの書き方変が終わると、答案構成変が終わる。これ例えて言うとね、スキーに例えて言うと、まずあのスキー教室に通うと、暴言ってやるじゃん。ハの字に曲げてこう滑りましょうみたいなね、危険だからね、あんまりスピードがつくと、そういうのが書き方変だよ、えー。ところが、のね、面白くないじゃん。 そんな暴言ばっかりやっててもね暴言の名人になってもスキーはちっとも面白くないねだからちょっとねあのさあじゃあ皆さんちょっともう暴言はね卒業して実際にちょっと斜面のあまあ急な斜面をちょっと滑ってみましょうかみたいなね、うん、でもまだ本格的ではないよ答案構成だから下書きの練習みたいなこれ下書きの練習答案の答案構成っいうのは下書きの訓練ですねっ いいやいや先生あの早く答案書きたいんですけどそれはあの年明けになりますね年明けに皆さんあのそんなねあの慌てんでもね答案を書く場面というのはねもう嫌なほどあの出ていますこれはあのカラフルなけあのページに載ってるんだよねカラフルなこの秋スタートのえーっとね21ページあたりにねほら論文合格答練とか書いてるでしょあ論文合格答練12回か、ね。 この年明けやろ2019年1月より右に一致してますわねはいそれのお膳立てをしていくっていう感じですかね年内にちょっとイメージ湧きましたよ、ね、だから入門編と担当編は現場に来て学ぶけど論文編はねあの私がもちろん授業してるけどあのそれはもう自主的に空いた時間で聞くとね だから徐々に徐々に忙しくなっているよ最初は入門編だけでいいんだけどちょっと論文編もやらないかんなるよなまあそんな感じで、えー、論文はその聞いていっていただければいい聞いて蛍光ペン塗ってもう俺こんなにすごいだろ蛍光ペンがこんなにあるんですよ先生アホじゃないですかあのそんなのいっぱい持ってこんでももうこんぐらいでいいじゃないですかと時効性がくれるんですよね で俺はあの受講生がくれた蛍光ペンっていうのはすごくありがたいからねなくなっても捨てきらないんですだからどんどん増えていく <laughs> ねお客さん受験生がほらいっぱいくれるんですよこんな新品のねで使い終わったやつもねあのそんなね受験生からもらったやつ捨てられません私、ね、自分で買ったやつは捨てますけど、ね、こんなありがたいねもう全部取ってるんですよ、ね、このでもねなんかあのほら宅急便で送ってきましたからね すごいですよ、この蛍光ペンも3日前に送ってきましたわ、ちょっと見せましょうか、ほら、すごいですよ、これ練り梅ですよ、ほら、生しょうが、生わさびね、ねえ、ありがたいですね、これあの、私が持ってる蛍光ペンランキングの1位に輝いたんですよ、ええ、しかし今ね、私が持ってる蛍光ペンのランキングの中で、というか、受講生がくれた中で、 1> 今1位に輝いてるのはこのねジャンボというやつですジャンボの黄色蛍光ペンええあジャンボ他にもあるんだよほらオレンジとかピンクとかもあるんだよでもこの黄色がダントツ1位ですその理由はちょっと今は言えませんはいちょっと言えない理由がございますはいね分け合ってこれがもうダントツ1位です ね、あちょっとすいませんね脱線しましたけどまあ要はちょっと私の授業スタイル蛍光ペンを使って、まあ、要するにこの色はこういう意味合いが込められてるっていうことをねあのビジュアル的に頭にあのインプットしていくだから左脳だけじゃなくて右脳も活性化させながら勉強していくこれで記憶力の負担が半分になります。ね、作能だけで勉強しようととするとこれはね あの脳がもうねパンクしちゃいますよ、ええ、だからやっぱりね車と一緒皆さん車もねほらあの前輪駆動後輪駆動ってあるじゃんでも雪道に強いは何,何ですか雪道に強い車は四輪駆動でしょうそうでしょだから四輪駆動的にやっていくんですよ勉強もねやっぱり右脳も働かせ左脳も働かせる四輪駆動だよ雪道に強いね、うん、うん、そういうやっぱりあの指導方針で私やってますから。 と、ねはい、いうことで勉強のスキームはもう基本的にはこのこのレックの16ページのスケジュールをまず軸に据えてそれでやってください復習中心で。ねまあ、あのそれまであのほら今日例えば早う申し込んでね、まあ、あのやることがちょっとないんですけどっていう相談は絶対あると思うんでそれは後で個別に相談しますから言ってくださいもう先生今日申し込みますからもう何をやればいいかと、ね、それは言ってください。うん ぎりぎりに申し込めばもうこの通りやればいいんだけどもう今井申し込むという人はそれないのねやり方の個別相談しますから、ええ、あのやりようによってはいろいろあります、大丈夫ですよ。はい、じゃあ、こちらの市、ね、と、えー、ね、弁理士の業務、これを、あのーね、やりたいですね、仕事。これね、まず、あのー、弁理士というのは、ね、まず事務所弁理士が一番多いんですよ。あのー、70%ぐらい事務所弁理士です。 今日私のレジュメには書いてないかな。あ、弁理士の仕事ね。あの、2ページあたりから書いてますよ。ね。これ、あの、真面目に読んでください。ただ私はこれ、真面目に読んでもちっとも面白くもないんで、別に、あのこれ、これに肯定されることなくお話をしますけど、ね。これ、電車の中で読んだりすればいいだけの話で。まず私が感じることは、あの、事務所弁理士が一番多いです。企業内弁理士が2番目に多いです。ね。ええ。 であの事務所はさらに経,経営者側の弁理士と勤務弁理士に分かる企業は絶対勤務弁理士ねそうでしょ、うん、事務所は経営者側と従業員側に分かれるでそれぞれあのあれにあのほら性格によるからねそれ言おう,言おうかやっぱりね企業内弁理士に向いてる人っていうのは基本的にはやっぱりこうサラリーマン気質の人のほが向いてますええ つまりこうみんなとねこうチームワークでもって和を大切にしながらこのやっていこうというねこういう人はもう企業が向いてますええでその一方で逆に企業に向いてない人はおそらく必然的に事務所に向いてます事務所っていうのはあのえー、っとやっぱりほら特許線をいっぱいしないと儲からないわけですよそううでしょで企業っていうといころは、ね まあ、従業員が、まあまあ、何人かこう,うだつが上がらない人がいたとしてもですねあんまり影響がないというか、まあ、あのや,やり手の人がおればね、うん、なんとかなるんであの企業内弁理士があんまり頑張ろうと頑張らなくてもねさほど企業は痛くないんです。まあ、ひどい話企業の知財というのはその自分でこう仕事をするのが嫌だったら事務所に丸投げすればいいんですよ。そうでしょああ はい事務所お願いします」で実は事務所系の弁理士はそうしていただいた方がありがたいんですじゃないと事務所の仕事なくなっちゃいますからそうでしょだからね私も感覚的にそう思いますけどあの内政化してる企業ってあんまりありがたくもなんともないですね <laughs>、ええ、もうこれ本音で語りますけどあの事,務所あ事務所から見てですよあくまでね企業,は企業の知財部あんまりやり手である必要はないですええ あのや,やり手の知財部になっちゃうとね内製化しちゃうんであの我々仕事がなくなっちゃうんですよ <laughs>、ええ、だからもうあの、ね、企業の知財部にはもうあの私が声を大にして言いたいのはねもうどんどん仕事を投げてくれと、うんね、あの企業のニーズに応えますからどんどん投げてくださいとこう言いたいまあこれで立場は分かると思うんですよだから企業っていうのは仕事を与える側事務所っていうのはあの仕事をもらう側でしょ だから、ね、立場は強いよ、企業のほうが。断然ね。例えば、我々はベ,ベテラン弁理士でもあの新入、新卒の3年目ぐらいの,、ね、あの平社員にね、こきつかれたりするよ。<laughs> 仕事もらってる側だからしょうがないよな。お前、分かってんだかよって言いたいんだよね。まあ、そういうことも口に出さずに、ね、辛抱しつつやってるっていうね、そういう感じなんです、ええ。だからそれが耐えられんようやったら、やっぱり企業のほうがいいと思う。 安定もししてるただ企業は仕事をせんでもやってもあんまりこう変わらんというかねこう待遇面が変わらないというところがあるだから車に例えるとさアクセルを踏んでもあんまり加速しないようなブレーキ踏んでも止まってくれないようなそんな感覚あるねところが事務所系の便利者は違うよもうアクセル踏んだら踏んだだけブレーキ踏んだら踏んだだけそういうねダイレクト感があります。だからそっちの方がいいと 要するに実力に応じてみたいな方がいいというのであれば絶対に事務所の方をお勧めします、ええ、もうすごいよあの私がねあの提携してる事務所なんかもねすごいですよ。あのもちろんねこう年齢も高くてベテランの人が大体上に一般的には上の地位にあるんだけどあの、ね、2年前に2年前に便利試験に受かってまだ若手ですよ30なるかならないくらいぐらいの若手ですよ。で2年ですよまだ受かってから。 もうあれパートナーです。もう大事務所百三十人ぐらいおる事務所のね。もうパートナーですよ。すごいことですよ。うん、十年選手二十年選手のベテランがいる中でね。それを差し置いてパートナーですよ。事務所ってそういうところだということです。うん、だからその年功序列でも何でもなくて。もう本当にやり手のえ指導はにはすごくいい。うん、それが事務所ですね。 はいまあ、そういう世界だということです企業というのはやっぱりね良くも悪くもあの日本の歴史というか年功序列ですよ、ねまあ、そういうところがありますから、まあ、そっちの方がなんかこう慣れとるなと思ったら企業の方がいいと思うね、はい、であとね、まあ、大学の機関で働く人もいるだ大学とほらなんだっけほらおぼかたさんのいた理化学研究所、ね、ああいうところで その基礎,基礎研究をねこの特許にあの結びつけていこうという動きがやっぱり今あるんですよ。ねまあ、アカデミズムの世界というのはまあ所詮そういうのにあまり興味がなかったんですがかつてはでもそうじゃいかんということよねだってほらスタップ細胞だってさ特許さんしたじゃん <laughs> 取り下げたけどね最終的にはまあ拒絶になったり取り下げたりしてますけど、まあ、しかしああいう研究機関もやっぱり特許を取っていかないかんっていうあの機運が高まっております大学も含め。 だからそういうところにこの弁理士がいるとですね助かるわけですよ。ええまあ、要するにあの企業との橋渡し、まあ、特許庁にどういうふうに手続きをしていくかのアドバイス特許事務所との連携、まあ、そういったところをねあのやってくれる人材が欲しいんで、まあ、そういうところでの活躍が期待できるというところもありますね、ええまあ、そんな感じです一般的に、はい、であとね。 実はあの今日皆さんにお配りしている資料の中でですねあのまあカラフルなこの冊子が入っているビニール袋の中にですねあのこ,うこういうのがあるのを見てください確認してくださいこの「弁理士実務家インタビュー」これも参考になりますよ皆さんね俺があの今しゃべったけどねこれも参考になる弁理士実務家インタビューね。でまず、ねあの まずすごいですね知財弁護士として活躍鮫島正宏先生下町ロケットに登場する特許弁護士ですよ。ねえだからあのこの先生弁護士だけど弁理士だったんですよ最初。ええ、でねあのまあすごい人なんですわ業界的にも。ええもうかなり著名人と言っていいでしょう。ね 非常ににキーパーパセンななっている人なんです私ね平成11年に受かったんですが最初,に最初にやった仕事って何だと思います明細書じゃないんですよ。私は弁理士になっていきなり任された仕事それは実用信案件侵害訴訟です。えっとあまりにも重責ですよ。あまりにも重責を担わされたんですよ。実務経験ゼロの俺に実用信案件侵害訴訟。 ね、被告側で、まあ、つまり訴えられたんですよ、ね。俺が昔勤めてた会社の社長からね「そのちょっとおい宮口君君なんか弁理士に受かったそうだね」いや「ちょうどあのタイミングいいことにあの訴えられたんだわ」「実案件の侵害訴訟で、ね」でねうちはあの侵害してないと思うんで、まあ、一つその立場で「君戦ってくれよ」って、ね、言われたのはいんいんだけどよ何も分からんわね実務経験ゼロですよ。しかしか 社長も度胸があるというかそんなねやつに頼むんだよ、ね、で俺もその,、ねえー、その粋な計らいをですね無にするわけにもいかないということで頑張りましたよで最初はねあのほらペルーの藤森大統領っていたじゃん昔、ね、元,元大統領ねあの人の顧問弁護士とタッグを組んでですねやっとったんですがまあやっぱり、まあ、あの特許専門じゃないということでねまああの 特許専門の弁護士はやっぱりこうタッグを組んだほうがいいだろうとそしてこの私と次にタッグを組む先生がこの方だったんですよ。ね最初ね雲行き悪かったんですがあの鮫島先生とコンビを組んだ途端にですね雲行きがどんどん良くなってきてですねで平成11年に始まった裁判ですけどねやっぱ最初は部が悪かったんです、うん、これは負けるかなぐらいの感じだった裁判官の顔色を見てると。 しかし、5年間かけてひっくり返してなんと勝訴大阪地裁、今でも忘れない平成16年7月8日その名もガードアーム事件ねうだからノンフィクションですよ、私作り話じゃないからこれね本当の話だ大阪地裁、平成16年7月8日鮫島先生と一緒にね戦ってあの勝ちましたで当然、原告はね控訴すると思ってきたんですが思ってたんですよ私控訴しませんでしたね。 もうやっぱりもうこの辺の、ね、すごい人がつくとも太刀ち打ちできないと思ったんだろうか控訴してきませんでしたよ、ね、あ俺がいるからじゃない俺はそのあの無名の弁理士ですから、ね、で次も、ね、すごいですよ特許事務所で活躍ということで竜、ね、華先生これはこの方はあのやっぱりすごくて見てください肩書きが弁理士米国弁護士でしょだから、ね、すごい人ってあれなんですよ あのもちろん、弁理士に受かるだけでも十分すごいんですが、なんていうか、それに飽き足らずに、ですねさらに飽くなき追求をしていく、ね、例えば英語力もつけて、もう特許弁護士、ねまあ、そういうふうにね、やっぱり弁理士をこの一つのステップにしてね、より高みを目指していくっていう人、多いんだよね、さっきの鮫山先生もそうだよね、弁理士で司法試験目指し、龍華先生も弁理士の後と、米国弁護士ですよ、英語もペラペラですよ。 しかも大事務所の経営者ですからね、もうよほどの才能が備わってないとね、そういう活躍はできないですよ。ええ、で、今度ね、あのなんとすごいことに、この竜佳先生、講演会をあのこの、えー、新宿エルタワーであのやっていただきます。ぜひ皆さんも聞いてください。あのその中にはね、多分こういう話も出てくると思います。もうみ俺が話すより、もう竜佳先生が話した方がね、あのいいと思うんですが、ね、皆さん、こういう懸念も抱いてませんか 弁理士の仕事が AI にとって変わられるんじゃないかとね、そのマスコミ等々でその三十二十年後とかにこうなくなる職業とかね、まあ資格だとかそういうのはあるじゃないねでそういうそのマスコミ等々のそういう資料にね惑わされてその心配する人がおるんですがあの断言しましょうなくなりませんええ、あのそれはねあのある一面を捉えて大げさに言っているだけなんですよだからこの コンピューター的な仕事、まあ、事務処理手続きルーティンワークこの類は確かに AI にとって変わられるでしょうしかしね医者と一緒でその最終的な判断を下すのはやっぱり生身の人間ですよどういうこの、ね、選択肢がいくつかあってさあどっちにするかその選択肢の、ね、メリットとデメリットぐらいは AI が示ししてくれれるかもしれませんよしかし最終判断はやっぱり人間がしないといけない だからあの便利士といいう資格はなくならなななくくらし仕事もなくなりません AI が出てきたら出てきたでまた別の業務が増えてくるんですから結局。ね結局さあ,のあれですよ車を走らせると排気ガスが出るでしょ、ね、ゼロエミッションとか言うけどさ、まあ、そんなことはなくて結局ねあの排気ガスだのどんなにあのハイブリッドになってもねその使い物にならなくなったらね そのあの使い物にならなくなったバッテリーがどっかに捨てられるんだからそうでしょもう世の中ってそういうもんですよはいということであの、まあ、英語力便利士になってからでもいいんでねもうなる前に英語力ある人はもうなおよしだけどもう格段に活躍の場が広がります、ね、あの掛け算的に広がります足し算じゃないです掛け算的にもう仕事の幅広がっていきます頭皮、まあ、休数的に 遠差急数といいうよりはい、じゃあ見てくださいあの女性の弁理士も活躍しますよほら特京事務所でねこの方はあのちょっと私あの前の二方は、ね、知り合いなんですがちょっとねこの方申し訳ないしあの知り合いでも何でもないんで分かんないですけどどんなことやってるのかまあパッと見た感じじゃないですかね商標とか衣装かなんかをやってるんであ衣装だねやっぱりうん衣装ってねあのデザインあのだからあれだよほら。 俺があのこの黄色い蛍光ペンとか持ってますけどこういうののデザインを権利で取ると。ねうんいいでしょでデザインでも取れるし特許でも取れるともねこれね例えばさこのオレンジの蛍光ペンなんてね工事現場でさほら車をこう誘導したりするのにも使えそうじゃないこうやって夜、ね、蛍光ペンだから蛍光色だからねこうやってこうやったりして <laughs> いいですねまあ2つつなげてねあの武器にもできますよあちょっとこやってねヌンチャクにもできますねこれね。 まさにに特許にもたなり得ると、ね、はいそんな感じでこのね特許事務所で活躍する女性弁理士もあっというかね女性ねどんどん増えてます今弁理士うんあのこれ嘘なしですよ前打つ場もんじゃなくて本当に増えてますよ。宮口クラス去年のね一発合格者がえー、っと6人いるんですよ六人6人中4人が女性です。 全体としての合格率は断然男性のがあが8割ぐらいなんですがあの短期で受かる人は女性の方が多いです。なぜ女性の方が早く受かるか言いましょうか女性の方がね無理をしないんですよ。車の運転と一緒大体無謀な運転をするのって男でしょねあの煽り運転するの男でしょ、ね、女の人が煽り運転をするって聞いたことないわねだから論文もそうなんですよ論文も煽り答案を書くんですわあの男性陣はだから落ちる。 で女性はもうわからないことは書かないんですよねやっぱり現実主義者、うん、だから受かるんです、ね、男はねわからないことでも無謀にこうわあのからんことでも無理して書くから落ちるんですよ、ね、だからもうわからないことはわからないでいいじゃないですかはいあの企業で活躍している弁理士もいますけどね、まあ、ちょっとごめんなさいこの人個人的に知らないんでまああのね立派な会社で部長さんやってるんだなっていうねはい で次に、えー、っと IT 企業で活躍する人もいるあこの人ねこの,この方は多分公認会計士も取ってます、便利士で、うん、まあ、すごい人ですよ、そりゃでもねあんまり参考にならないかなとだってこういうすごい人ってごく一部なんだ,よな、ね、だからそういうすごい人もいるけど大多数はこの普通に便利士資格でかあの十分に活躍する人だからね別にこんな便利士取って公認会計士取る必要ないんだよな。 ね、だからごく一部だ無理してあの真似する必要ないよ。はい、で次10ページあのこの人はね私すごいと思うねあの、まあ、た竹下さんっていうのはねこの私の教え子なんだけど平成19年にあの私のクラスから受かった人なんだけどねあのやっぱりねなんていうかその人間的にも素晴らしいんですよこの人は。 そのまあ、仕事ができることは第一義的なんだけど人間的でも、えー、死でありたいなとそういった意味ではこの竹下さんね3.11の大地震があった時もですねフランスにいましたが彼はしかし日本の弁理士を真っ先に心配してとんぼ狩りですよフランスからそして宮内先生あのちょっと私がね日本の弁理士を勇気づけるためにもちょっとみんなを集めたいから先生の力を借りてちょっと集めてくれませんかっていうわけよ。うん、だからいいよって,言って そして180人ぐらい集まったんです、ねうん、それでなんかこう結局はまああの銀座のパセラっていうところでカラオケ大会みたいになっちゃったんだけど <laughs> で、まあ、盛り上がったんだけどそれはそれでただねこの竹下さ,さん素晴らしいですよその180人って俺言ったんだけどそのフランスからですね180人分のプレゼントを用意して、ね、皆さん今大変な時期だけど地震が起きてこういう時期だけど頑張ってくれっつって180人分。 すごいよね。もうこんなすごい人いないよ。ね。で、いつも日本に帰ってくるたびにね、フランスの超一流の。ワインとかね、あの、もうそんなせんでいいのに、あの、いち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 私に持ってきてる、くれるしね。もうとにかくすごいんですよ。もう人への配慮というものがね。半端じゃない。ええ、で、あの、特許庁長官と差しで話ができる、もう。かなり稀有な存在ですよ、今。ああ。 そののぐらいのも人材になりましたで、ね、あとほら文系出身者でも活躍しているいるからね名前もかっこいいよねなんか危ないでかに出てきそうな名前って感じだけどね、えー、いや文系出身でもねあのー、なんかね顔もかっこいいしね、えー、そうでしょうまあそんな感じで文系あの俺のクラスですよ彼ね、うん、まあ4回ぐらいで受かりましたけど。 で今、ね、独立してます。商標だけの事務所で。すごいでしょ、うん、彼はあのこうどっかに勤めてるって書いてるけど、今違うよ、独立してるよ。うん、あの連絡ありました。先生、あの独立したんですね、すごいですよね。商標一本で。潔いね。うん、だからこういうふうに、まあ、活躍できるから、いろんな方面で適材適所やね。はい。まあ、そんな感じです。はい。じゃあ、あと、どうですかね、残り時間どんぐらいもう、あと、え まだ大丈夫よしまあそんなやつで、ね、仕事ははいじゃあ一番後ろの女性の方ちょっとな何だったっけもう一回言ってくれる仕事じゃなくてあ概要,あ概要弁理士のねはいはいじゃあ,あのどそれはどっちの方の概要試験的な概要仕事的な方のどっちの方がいい仕事ですね,ですねはい分かりましたえー、っとまあいろんなその方面の弁理士がおるっていうのは分かったと思いますけれどもまずね あの私が思うように、えー、便利試験を開始するならば、一つやっぱり、転職というものが、あ今、特許業界いますいない。今、違います企業、あっ、知財部ですかじゃあ、いいじゃないですかね。じゃあね、まあ、企業の知財部であれば、その日頃の,し日頃のです、ね、仕事が結構、勉強にも結びついてくるんですよ。というのは、 ああ今自分のやってる仕事が実は弁理試験のこの分野と関わってるんだなと、まあ、そういうね関わり方を認識するだけでも血となり肉とななりり肉いう感じにさっきも言ったように、えー、企業のお仕事っていうのはどちらかというと、あのー、権利の有効活用それから発明の発掘そういったところに主眼が置かれてるんですね。 でそれをその発掘したものを、えー、特許戦の、えー、仕事として特許庁にあ特許事務所にやってもらうわけですねでそのプロセスの中でやっぱり自分がどっちに向いてるかということをねちょっと見定めた方がいいと思いますこの間あの実は金曜日に私はあの特許庁の審査官との交流会というとに行ってきたんですよあの弁理士と弁護士と特許庁の審査官の交流会というねちょっと長田町であったんだけど。 まあそこでね、まあ、いろんな人に会ったんだけどあのこういう人に会いましたよ思い出したところまず自分は企業に,向い,企業にいたんだと企業の知財部にいたんだ、ね、でもあのやっぱりこの事務所の仕事もしてみたいとそれで事務所に転職したらしいんですよねそれであの結果的に両方経験することになるじゃないそうすると何が分かるかっていうと自分は企業に向いているのか事務所に向いているのかあの確実に分かるわけですね でそれで自分は企業に向いてないと思っているけど事務所経験をした結果やっぱり企業の方がどちらかというと向いているということが分かったということで,あのそうです、ねまあ、企業名は言いませんけど、ね、ある食品メーカーですけどねそこの知財部にあの、まあ、返り咲いたというか、ね、返り在いたあは出戻りじゃないですけど、ね、企業の知財部にそういういことがありますだからやっぱり自分に向いている何かを、ね、絶対探した方がいい。ね で私は、あのほらあの、どちらかというと、なんか企業の方を肩持ってるようなことを言いますけどね、あのそんなことはなくてねあの、私はやっぱり事務所の方が向いてると自分では。ああさっきも言ったように、企業の仕事ってね、なんかアクセル踏んでも加速しないようなところがあったんで、あの企業の調べに行ったところはね、やっぱり事務所の仕事っていうのはね、アクセル踏んだら踏んだだけ的なところがあるんですよ。やっぱりそういうそのダイナミズムを感じるのであればね、あの企業の方がいいですね。 であとね、小さい事務所に行くのか、大きな事務所に行くのかっていうところがあります。これもまたね、向き不向きがあって、あの大きな事務所はやっぱり企業と同じ組織ですよ。うん。まあ、やっぱり身分もありますね。平社員っていうかその、便利士もグレードがあるんですよ。なんか、聞いたことったらアソシエイトだとかね、そのコンサルタントとかね、えー、っとパートナーとかね、まあ、日本でいうと、その課長とか部長とか役員みたいな感じですよ。ねまあ、そういうのがあるわけですよ。 ところがあの非常に小さい事務所っていうのはあんまりそういうのがなくてですねもう入った途端に所あの副所長みたいなまあそういう感じですよねであの所長とじかにもうやり取りをしながら日常の業務をこなしていく、まあ、そういう方が向いてるんだったらそれはいいと思いますねでしかもその大概今あの事務所の所長というのはですね高齢化が進んでおってまあ後継ぎをどうするのかという問題を抱えてる事務所が多いんですよ。 で現にそういう問題を抱えてる大事務所もあってですねもう本当に人気なき戦いといいますかねもう分裂騒動にまで発展してるような事務所もあるんですよ。ねええまあ、だからそういうそのいろんな経験を踏まえてねもうそういうのはもう関わりたくないわという人であればむしろ若手の若手が活躍するような、うん、そういう事務所もあるよ。あの大体ねカタカナ名前が付く事務所っていうのは若手があのなんか設立した事務所です。 漢字とかねひらがなの事務所っていうのはもう先祖代々のなんかこう昔ながらのねまあそういう事務所が多いんですだから新進系の事務所で働きたければちょっとカタカナ系の事務所がいいと思うね、うん、あるいは英語のね六本木ヒルズにあの3文字のアルファベットがね並ぶようなそういうところで働くといいんじゃないですかねあのー、報酬も高いみたいだしねうんあのー、まあもちろんその分何か高い能力的なところも求められるよ当然 だからやっぱりそれはねまあ反比例のごとく、えー、やっぱりその何どこに主眼を置くか人間的な生活をやっぱりこう重視したいのであればね、まあ、そんなに待遇は期待できないけども人間としての,この生活いろいろプライベートもいろいろ充実させたい。 というのであれば、やっぱりそんなにバリバリやるような事務所には行くべきではないし、いや、もうプライベートなんかいいんだ、どうでもいいんだと、ゴルフとかやらんぞ、俺はと、飲み会なんか全然面白くねえ、ねそういう場合にはもうバリバリ働いて、もう収入も青天井に伸びていくような、もうそういう事務所にね、あの行った方がいいと思います。そんな感じですかね。 あの本当にこのニーズのある話をしたかどうか分かりませんけどね、まあ、これからですね、ちょっと個別相談もやっていきますからね、まあ、私は皆さんに最後に言いたいことがあります、弁理士としての適性は何かっていうところですね、ええ、もうこれだけなんですよ、弁理士として、もうあの皆さん向いてるか向いてないか分からないろ。これさえあれば向いてます、逆にこれがなければ、もうあのおさらば、<laughs> あの、あの、 もうちょっと向いてないのかなという感じになってくるんで、えー、いいですか、あのこれさえあればね、あの最近は、ね、女性の方のほうがこれありますから、もうこれですよ、もういつも言っていることなんだけど、逆に言うと、これがない人はあの、やらない方がいいです。これですね、はい、もうこれがもう唯一の適性ですね、まあ、他他唯一っていうか、ほかにもあるんだけど、まあ、これがもう断トツですよ、うん、経営判断とかもね、これ、迫られるし。 そうでしょ先生これどうしたらいいでしょうかつね2つぐらいの選択肢があって、うん、このこの作戦でいきましょうこれも決断力皆さんが今から便利試験を始める、ね、あの決断力、ね、そういうことなんですよだからやっぱり一度決めたことに対しての責任,力を,、ね、あ責任を持ってこう遂行するということを、ね、あのまず身をもって皆さん行動に移してもらいたいなとこのように思います。ね、はい ということで、えー、私の方からは以上でこれからあの個別相談に入ってまいりますんでね、えー、今日のテーマでございます「弁理士の業務練習将来性は」ということでね「あなたの知りたい」を大公開ということでレックス戦日興紙宮内氏がお送,りお送りいたしましたそしてさっきも言いました通りねその AI の話とかその辺の,あのもっとスケールのでかい話はね今度あの1か月後ぐらいに龍川昭弘先生の講演会もあのございますんでね あの、ぜひ、ちょっと、まだ、にては、あの、ちょっと、ちらしとかないんで、わかりませんけど、絶対ありますから。あの、ぜひ、来てください。はい、じゃ、あ終わります。どうも。